原居民今次十档日本打地大厂，2016年嘅日本打地大厂。李建光转到第三页，第三页满痴。赤裸带96倍啦，一号燥胀库又咦？电算参考赔率都系2.4，而家第五页。三號哇，正啊！基蓋諗完都似兩個場，呢場推介係10/11啦。52啊！四号天域人马，5/3/3/3。2016年日本打比原居民打大厂啊，究竟佢有冇机会挑战呢个李建光村呢？呢个丰收之作。好啦，日本打比随时预备步。入起步原居民咧，首先又放冇出嚟。先頭に立つのは何か例によりまして拍手が湧きます拍手が湧きますやはりダインディテラスそれから離されまして7番バンティッシュラン各馬第1コーナーに差し掛かりますエアスピネルその外に8番プロディガルさん9番スマートオーディン内を通りまして2番レッドエルディストそれからマカヒキ里のダイヤモンドがそのうちにいますその後ろでやりましょうか1番ビヨンディーズ外を通ってマウントロゾン6番ロードクエストディーマジェスティがその後ろもう一度前の方でありますが G1 を勝ってさらに貫禄を増したインディテラスそしてその後ろからバンティッシュラン前での競馬プロティガラコンと田辺騎手内から1頭エアスピネルそしてその外にスマートオーディンそれからもう1頭12番マカヒキそしてそのうちにレッドエルディスト外を通りまして里のダイヤモンドそして内からは1番リオンディーズその外3番マウントロブソンその後ろ3馬身くらいあってロードクエストその外からはディーマジェスティ前でありますが前10番インディテナスがレースを引っ張るようになりましたあとはずっと下がってこれがバンティッシュラそして3番手にプロティガラソンでありますさあ果たして今年の栄光を手中に収めるのはどの馬かインディテナス大歓声も後押ししているぞスマートオーディンが3番手さあこのまま逃げ切ってしまうのか先頭跟住後多少少就係見到啊呢個嘅一號啊，傲像夫外檔李建光轉，跟住豐收字依家外面片緊上嚟，豐收字喺外面慢慢片緊上嚟，跟原居民頂頂住，最後一位原居民究竟贏命到呢場日本打比原居民。力压醒目标兵。二冠達成、三冠へ向かって視界よし、獲得賞金は20,000突破。原居民成功挑战2016年的世代，醒目奥丁第二，燥胀夫第三。
變質三冠。